韓国気象庁が台風15敗戦の経路予測に失敗した。結局は朝鮮半島に上陸するとのこと。ムンジェイン大統領は6日、朝鮮半島に接近している台風15に関連して、大きな被害をもたらすと予想されるだけに、政府と自治体は徹底して台風に備えてほしいと指し示した。ムンジェイン大統領はこの日、特に、台風9号名作区により、 施設被害があった京山福と東海岸とウルルン島、関温地域を含めて、台風の経路と予想される地域では、住民避難などの予防措置を実施し、人命被害を防ぎ、国民の安全を最優先に守らなければならないとこのように述べたと、官民即大統領府報道官が書面で伝えた。文字栄大統領はこのために、政府と自治体は、国民が危険地域に接近しないように、 海岸付近と地下車道などの事前統制を徹底せよと指し示し、必要な場合は、出勤時間の調整などの安全対策を準備してほしいと呼びかけた。